皆さんこんにちは。構造性能制御学分野の前田です。日本は関東大震災、阪神淡路大震災、東日本大震災など何度も大きな地震災害に見舞われてきました。そういう日本で災害に対して安全で安心な建築や都市を作る、サステナブルでエコな未来を作るということが僕たちの研究の目標です。地震が起きると現地に行って壊れた建物を調べて、その原因を探り、教訓を学びます。でそして将来の設計に生かしていきます。でまた実験を行い、その結果を使って新しい技術を開発し、今までよりも大きな地震が来ても安心安全に建物を使い続けられるような技術を目指します。いろんな国とも交流をしています。ニュージーランドやアメリカのような地震の多い国の研究者たちと一緒にやって、将来の設計法などの開発をしています。また JICA のプロジェクトで開発途上国に行って、現地のとても弱い建物を耐震化をする技術の開発をしています。森林が多い国です。木材は再生可能で二酸化炭素を吸収してくれる、とても環境に優しいエコフレンドリーな材料です。そのような森林の資源を活用して建築を作るということにも取り組んでいます。産官学のいろんな仲間たちと連携をして、僕たちの研究成果を社会に発信をしています。皆さんもぜひ東北大学に来て僕たちと一緒に勉強しましょう。待ってます。